ディプスカには、ルーマニアのブカレストにある地区、及び通りである。中世から19世紀の初めまで、ブカレストやワラギアにおける商業の中心地として、栄えた。ブラド・チェペーシュの旧王宮跡が、付近に残る。通りの名称は、かつて道端に並んだ品物の多くが運ばれてきていた、ライプツヒに由来する。当時、西ヨーロッパから品物を運んでくる商人のことを、ディプスカンと呼んだ。 リプスカニでは、金細工職人、帽子屋、靴職人、革なめし、職人、蔵職人など、あらゆる職人や商人が取引をしており、現在でも、各ギルドの名前を冠した通りの名前が残っている。例えば、ブラナリ通りは、毛皮職人、シェラリ通りは、蔵職人を指す。共産主義政権時代には、地区全体が取り壊される計画であったが、これは実現しなかった。 この時期には再開発から取り残されたリプスカニであったが現在ではブカレストで最も観光客を集める地区にまで発展している21世紀の初めには地区内のほとんどで自動車の乗り入れができなくなった現在多くの建物が修復中である近年はカルクベーレなどのレストラン H&M、アディダス、イブロシエといったブランドなど 多くの店が立ち並ぶようになってきており、ショッピングの街としての性格を強めている。ありがとうございます。